魔王などどこにも言わしなかった。あの世で、あの世で、あの世で俺に詫び続けろ。もう最初の方のね、このリメイクのトレーラーでさ、このシーン出ちゃってるしね。まあそれこそ28年前からもう知られてる有名なセリフ、有名なシーンではあるけど、それでもだよ、何度でも聞きたくなる、何度でも見たくなる素敵なシーン。あ、ちゃんと足元にしか判定がなかった。強い、ジャンプショットでも速いし遠距離で強い。お前も強くなったな、ストレボー。何でいく何で料理してやろうか、ワクワクしちゃうぜ。感情フルオープンのストライボーがいいよな。そろそろ回復挟まないと危ないか。カウンターか。あ、あ、お、耐えた。しかしフィールドのダメージがギリ耐えた。7、すごいふう。じゃあアイテムはもう惜しみなく使いましょう。ゼロイボーは回復してしまう。どんどんフィールド変えられていく。せっかくだから使ってなかったアイテムとかバンバン使っちゃう。あ、でもこれはレジストな、入っちゃうか。デモンズクラウド、暗黒を作り出し混乱させる。こんなところで使ってないアイテムをいきなり使い出す。あ、強っ。レジスとしてその威力かよ。アイテム強すぎ。ここで回復だ。こんなもん、こんなもんを使うのもありだな。ちょっと位置取りが悪いので一方的にやられてしまう。こんなもんが当たる位置へ。くらえ、こんなもん絡みつけ。こんなもんでって、これでとどめさせたら本当に こんなもんでってなるよな。ここはもったいぶらずにどんどん回復を、治りそうでバフをかけつつ、ストレイボーが楽しそうだ。もう一歩近づいてここで回復しとけば、うまくいけばミラードライブで反撃が入るだろうから。よし、スピンドルでもいいぞ。あ、でもスピンドル弾き飛ばしが入っちゃうから。あ、ここどうする。ジャンプショットで、あ、ジャンプショットちょっと当たんない。ストレイボーの動きを注意しながら、結構ガチって戦ってんな。いいぞ、ダストバトルはこうでなくちゃ。よし、最後何でいく、迷っちゃう迷っちゃう。
大好きハンマーパワー、レジスト入るけども、やりきれなかった。まだいける。ハンマーパワー大好きハンマーパワー大好き芸人。黒い水たまりになったストレー棒がじゅわー。ここも勝利と出ない。こんな勝利はやはり嫌だったか。くっそ、またかよ。最後のかよがさ、分かってはいたのかっていうぐらいの、それでも自分の運命に抗いたかったか。怖っさすが三大悪女のうちの一人確かそうだよね、ヨヨとアリシアとあと一人忘れたけど。来てくれなかったの、私は待っていたの。これもなんかアリシアが悪いってよりかはね、伝えられなかったのが。この人は、うん、ストレイボーは来てくれたわ。まあその勘違いがちょっと良くないんだけどな。この人は、まあある意味ストレイボーの勝ちになってるよな。これでいつもあなたの陰で苦しんでいたのよ。あなたにはこの人の負ける者の悲しみなどわからないのよ。女の心変わりは恐ろしいのって誰かさんが言っちゃう。ストレイボー、もう何も苦しむことはないわ。私がナイフを取り出し、ずっと一緒にいてあげる。やめなさい、レー。とんでもない覚悟だよな。自分で体をさせてさ、絶対ためらい傷というか、あと心臓のあたりとかね、刺さらないっていうしね、骨とか当たるから。どこを刺して即死できたんだろうね。そして辛すぎるオーセット、目の前で親友と最愛の人かっこを借り同時に亡くすっていう。どうおっしゃいましたね。ここを何回目ですか。とても勇敢な戦いぶりでした喜んであなたの妃となりましょう。ダウト。今までのみんなのその思い出が、勇者どころか魔王とまで。私にはそしてもう何も残されてはいない。キャー、喋った。帰るところも。戦闘以外で初めて喋り出した。愛する人も。中村雄一さんが。信じる者さえも。全部失って声を得た。そういうわけではないが。魔王などどこにも言わしなかった。答え合わせ。ならば。この私が魔王となり、自分勝手な人間たちに
その愚かさを教えてやる。私は今より人間などではない。デグの学名捨てやがった。我が名はBGM も変わってますね。魔王真のオディオン。ここでエンドロールですからね。バッドエンドではありません。中世編のエンドはこうなのです。こんな BGM でクリア画面見させられるっていうね。中世編のサブタイトル覚えてますか？中世編魔王。そう、オルセットが魔王になるまでのお話。わあ、魔王山を行く、もしくは魔王山を行く。もう魔王って言われてるじゃん。今までの答え合わせを見てまとめると、やはりなんてストーリーだ。昔の RPG にありがちな喋らない主人公かと思いきや、最後の最後で魔王になったら、当時最初のリアクションどうだったっけかな。なんか驚きはした記憶はあるけど、子供の時の方があれかな、やっぱ純粋にというか、記憶を消して大人の状態でこれ始めたところで、ここまで引っ張っといて真の魔王って何、今までなんか伏線あったってね、ないっていうところからで考えると、あれもしやっていうね、気づきがあるかもしれないから。うん。さあ、そして To be continued。 続くということは、各編をクリアし新たなシナリオ中世編が出て、中世編もクリアすると、おや、一体これは何編なんだ。